はい、皆さんこんにちは、今日の漫画を語るシリーズはですね、アラフォー社長の人生で大切なことは漫画が気づかせてくれた参戦ということで、また社長と浦部さんにお話、雑談聞かせてもらいたいなと思います。ということで社長浦部さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、アラフォーなんですか俺って。え、アラフォーじゃないんですか。37だってアラフォーなんですか。え、アラフォーですよ。アラフォーなの。アラフォーですよ。マジか。ですよね。アラフォーあれですよ。来年だなと思ってたんだけど。あれですよね。5を境に。社5人。25、35、45でこう。そんな麻雀の点数みたいな。ジャンクだからさ、とか言うのやめてくんなよ、マジで。マジかよ。まあ、なんで、正々堂々胸を張ってアラフォーだと言っていただいて、まあ、思いますけども、人生で大切なことを漫画が気づかせてくれたっていう。はい。はい、3つのことって言うんですけど、ズバリそれは 何の漫画でどんな教えだったのか、あ、何かあるんですか。いやー、もうこれは全くないです、ね、ないんですか。あるんじゃないですか。と言っていいほどないですね。どうしますないんだとしたらタイトル詐欺がまたまたタイトル詐欺になってしまう。申し訳ないけどマジでないですね。あー、なるほど。まあ、辛かった時にあの漫画読んで元気になったはないですね。辛かった時にあの漫画を読んで一瞬忘れさせてくれたはあります。なるほどなるほど。でも、うん、なんかいろいろこう、まあ、今ビジネスやったりとか、はい、そこに至るまでにいろんなことやったりとか、まあやってきたわけなんですけど、うん、その瞬間瞬間がやっぱり、まあ、漫画好きなんで、うん、あいつもああいう気持ちでこういう感じだったのかなっていうような、同じ場面をこうフラッシュバックじゃないけど、うん、照らし合わせる感じなのとかはあるかなっていう感じですね。それを見返すと、あ、まあ、人生において重なるところがあるなっていうのは漫画でいっぱいありますよ。なるほど。あ、それ聞きたいです、ね、それはあります。それ聞きたいですね、うん、いや、びっくりしました。ちょっとどうしようかと思いました。なるほど。じゃあちょっと、どのぐらいなんかある、3つあるんですか。うん、あるかな。3つっていうよりも、まあそうっすね。うん、どうなんですかね。あのシーンがこうなんてっていうのは、まあやっぱ、まあ、そうだね。ちょっとむずいっすね。なるほど。で、逆に浦部さんあります？なんかこういうことでなんかすごい人生に役立ったらとか、なんか自分の人生に影響を与えたなんかシーンとか言葉とか。いや、それこそ私もないですよ。ちょっと待って、ね、このタイトルどうしましょう今日。人生がどうのこうのっていうよりも、うん、やっぱりそのエモいっていうところ、うん、エモいのは漫画でかなり共感したかな、うん、今思ったわ。あのね、まあ、こち亀の話になっちゃうんですけど、はい、基本的にこち亀って東京の話じゃないですか、うん、しかも東京の下町の話をしてるじゃないですか、はい、俺、まあ、浦部さんとかって関東圏内だよね。そうですね。だよね。俺全然違うだからさ、そんなさ、浅草の昔のこと言われてもさ、全くわかんないし、なんだよっていう感じなんだけど、まあ、東京出てきた時に、なんだろ、隅田橋とか浅草行ったりとかしたりとか、あの亀有とか行ったり江戸川学行ったりとか、うん、まあ、渋谷どうのこうのってなった時に、その作者さんが秋元さんかな、まあ、こうやっぱ両津勘吉っていう目線って、多分同い年ぐらいの目線でそう書いてるんだけど、うん、まあ、何年前はどうだったとか、渋谷なんて何にもなかった、練馬なんて大根しかなかったみたいな感じのことをよく言ってるし、うん、そういう情景っていうところを漫画で表して、そこを知ってる人たちってエモいなと思うと思います。いや、俺も東京に出てきてなんかこうごちゃごちゃしてんなとか、もう電車うぜえなとか、車うるせえよとか、ちょっと臭くねえみたいなとこも乗って、うん、あ、そういえば両津こんなこと言ってたなって、うんうん、駄菓子屋なんてもう見ねえよみたいな、メンコって誰がやってんの、ベーゴマって誰がやってんのみたいなのを見ると、あの時の両津の気持ちが、昔な、昭和何年ぐらい、何十何年みたいな時は、あ、こういう感じだったんだ、エモいなっていうちょっと人生でちょっと思ったりとかします。なるほど。その歴史に触れるじゃないけど、うん、まあ、なんていうんですかね、歴史が嫌いなわけじゃないけど、うん、生きてないんで、その時代に合ってるかどうかも分かんないような歴史には興味なかったんですけど、うん、
その生き字引じゃないけどそういう人たちの話を聞くと、うん、エモいなって思いますね。なるほど、うん、なんか歴史の教科書と か, なんか図鑑とか博物館に行ってこう歴史みたい見たりしますけどそこにはちょっとエモさじゃなくて記録しかないって、うん、そう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 。でも漫画の中にはそのエモさがあると、うん、エモいなと思います。いいですね。ちょっといい話じゃないかな。ちょっとねアラフォーがエモい使い今乱発でしたよ。そうお前知ってる言葉使いたいだけだろって今ちょっと俺思っちゃったちょっと私思ってました。乱発してるエモーショナルだからいやでもまあ本当にあのそういうまあいろいろ言ってきたけど、うん、まあ共感できるかどうかが重要なキーなのかなと。まあでもそういう意味では、うん、なんか教えてくれたっていうよりはこう、うん、漫画きっかけでこうリアルにも気になることができたとか、はい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 、こう知ることができたとか、うんうん、そういうのはあります。なるほどね、それこそこう私は今絵の仕事つけてますけど、うん、なんか学生の時はやっぱ進路に悩むじゃないですか。うん、でその時に私めちゃくちゃハマってたのがハチミツとクローバー、うん、こう美大のお話。もうなんかあ美大ってこういう世界なんだっていう、うんね、こうちょっとしたこうなんか美大の中のこう学生とかのこう生活、うん、こうどこにインターン行ってとか、うん、こう就職先はあるのかとか、はいはいはい、こうリアルなこう学生生活を描いている作品ほどこうリアルに反映されるというか知識とか興味とか、うん、で実際こう舞台になったムサビ武蔵野美術大学とか調べましたし、うん、そういうのはあります。なるほど、ね、漫画読んでこうリアルに反映される、うん。今かなりバズってるよね。ブルーピリオド、ピリオド、あれめっちゃおもろい。ピリオドじゃなかったっけ。ピリオドじゃなかったっけ。あれめっちゃおもろいよね。あれいやあれこそこうなんでしょう、私が今言ったハチクロは、うん、もう入学してるんですよ。あ美大に受かってるんです。入学してる話なんだ。で美大でどう過ごすか、卒業までの間に何を表現して、うん、でどういう仕事に就くか、芸術家として生きていくのか、うん、こう、うん、お勤め会社に入ったりするのかっていう、こうそれぞれのこうキャラクター登場人物たちの、まあ、まあ恋愛要素もあるんですけど、うん、人生の岐路に立った様とかが結構わかるんですけど、ブルーピリオドはまずその美大に入るための、うん、まあ、でもきっかけも面白いよね。面白いですね。渋谷の明け方 の, あの状況情景を絵で表すとか、うん、そういうのが面白くて、うん、でもまあまあまあそれもそうなんだけど、うん、今のであのすごくあの浦部さんいいこと言った。あ本当ですかこれまたちょっとね、はい、お前どんだけキングダムフリークスだよって言われるかもしれないけど、うん、あのキングダムっていうと、うん、あのまあ中世 の, あのヨーロッパのああいう感じの、うん、まあ、歴史みたいなものが今まで出てきたけど、はい、キングダムがバズってからキングダムっていう検索件数もバカみたいに、もう今ね月間 100万 PV ぐらい、はい、あるぐらい100万検索ぐらいあるぐらい、キングダムっていうのが出てきてる。でキングダムイコール中国になっちゃってるっていうぐらい、うん、あのネットでもその影響がめちゃくちゃあると、うん、まあ、情報 の, あのもう情報発信情報を仕入れるっていう中の間違いなくネットウェブっていうのは半端じゃなく必要になってくるものだと思うんで、うん、その中でそれだけ稼げっていうことはどれだけ世間に影響を与えているかっていうところなんで、うんうん、素晴らしい経済効果というかなるほどなるほど、経済効果だなっていうところと、うん、あのみんな の, その気になるっていう感情を揺さぶるっていうのはすごいなと思います、うんうん、いや僕ちょっと感じることがあって、あの漫画って終わりが見えないんですよ。多分映画だったらまあ、時間で言えば長くても2時間とか2時間半とかってあるし、ドラマだったらまあ10話とか11話で終わりみたいなあるじゃないですか。漫画っていつになったら終わるのか分かんないっていうのがあって、ちょっとなんかこう手を出しにくいところがあるんですよ僕は。それは初心者だからあの読まない側の読まない側の話、うん、いやもうだんだん詰まってきたなって、うん、煮詰まってきたなっていう感覚がありますね。あのあれなるほどね、最近で言うとやっぱ進撃かな。あ、うん、進撃はもうかなりもうあの主人公誰だっけ、エレンですか。エレンがさ一人で潜入してたじゃん、足切って。 あの時に、はいはい、あもう煮詰まってきたなって思ったもん。え本当ですか。だからもう自分の気持ち固まってんなこいつみたいな。あ煮詰まったっていうか、なんかみんなが、結局あそこに
いるなんちゃら諸島にいるやつらがさ、みんなこう助けに来るけど、バカ野郎先走りやがってみたいな感じにして、あ、こいつ先走り、あ、気持ち固まりやがったなみたいな。そうですね。で、さ、一番飯食うサーシャいいじゃん、初期から出てるサーシャがさ、殺された時にあいつ泣きわめかね、あ、こいつマジで、あ、もう無に返すつもりだなみたいな感じで、俺なんとなく分かってた。あれですね、煮詰まったっていうよりはこう終わりが見えたって感じですね。あ、まあまあそうです、そうですね、うん、まあ物語の終焉が見えてきたなっていう、うん、終盤に入るっていうのが分かるのは確かにあそこだと思います、うん、鬼滅とかもそうだね、かなり分かりやすい感じ。まあそうですね、鬼滅はまずゴールラインが決まってたじゃないですか、最初から鬼舞辻無惨を倒す、うん、で、ねずこちゃんを人間に戻すっていうゴールラインはもう最初から決まってたんで、だからそういう意味でゴールが見えないのって、うん、あのこち亀とか、うん、ああいう系はマジで見えない、ね、こうなんでしょう、日常を紡いでいく作品って、だから卑怯だよね。そう、 いつまでも続けられるし、いつ終わらせてもいいっていう、うん、これもあとね、漫画の卑怯なところで、うん、あの登場人物は年を取らない、うん、確かに。あ、そうですね。コナン君はいつまで5歳、いつまで小学校なんや。何年目よ、お前、みたいな。何回ループしてんのっていう感じなぐらい。だから不思議と大人も年取らないんですよ。そう、大人も、ね。警察が。なるほど。ただ、ただ、中にはストーリーの途中で結婚したりするんですよ、コナン君。設定は漫画ならではだよね。そうですね。あの、時系列めちゃくちゃですからね。あと、あとから揃えようってみんなするんで、結構そういうの見ると、時系列ぐちゃぐちゃの漫画の方が長続きしてるかな。まあ、あとそういう、こう、綺麗に、こう、整ってない方が、うんうん、関係性とか時系列とかの方が、読者が勝手に妄想して、そこを補完したり、確かにね、こう、なんでしょうね、勝手に別の楽しみ方をして盛り上がるっていうか。うん、まあでも、漫画無限大。いや、あのもはやね、こうテーマとかタイトルとか最初言ってますけど、何の意味ももうなくなってるんじゃないか。俺も今も何の意味もない。ただ最初のきっかけだっていうだけで。そうっすね。でもでも、うん、なんだっけ。気づかせてくれた参戦ね。そうですね。人生で大切なこと。うん、うん結局ない。結局最初に戻ってもない。まったくないよ。ウケる。いやもう。ほんまに何を求めてんの？娯楽なんでね。だって読んでる間はもちろん楽しいんで。楽しい。でも実際私にそれがこう生きてくるかって言われたらノーなんで。生きてくるものはない。ノーかな。いや、あの、このテーマを出した時に社長断ってくれるわけよ。いや、だから言ったじゃん、ズバリない、ズバリないって言ったじゃん。あ、でも、あの、なんだろう、一番簡単なところで言うと、努力は実るは、やっぱりこうビジネスやってるし、うん、いろんなことやってる、やった結果やっぱ努力は実るっていうのは、あの、間違いないかなと、うんうん、で、それの中でこう、いろんな作品ある中で自分の当てはめられるものとか、うん、こうなりたいとかいうところにやっぱり焦点当ててやってもらうためと、うん、人生の役に立つと思われる。思われる。なるほど。いや、だってね、はい、俺万年筋トレしてるけど、はい、筋トレのあのモチベ保つのって初めの一歩と、あのバキだ、こういう体になりたいっていう感じなの、うん、特に初めの一歩だもん。うん、はっ、うん、はっって言って俺やりたいな。やってるもん。いや、一歩はこんなんじゃくじけない。あいつのガゼルパンチはこれじゃ完成しない。思いながら俺やってるもん。いや、面白すぎる。わかりました。ありがとうございます。なんかうまくまとめてもらったような、そうでないような、わかりました。全くまとまってないと思う。はい。じゃあ時間もね、そろそろいい頃合いなんで、じゃあこれで締めたいと思います。まあ次回があるかないかわかりませんけども、はい、また次回があるときはぜひ吠えてほしいなと思います。はい、また浦部さんもよろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。はい。それではまた次回、バイバイキーン。寒い。誰かなんか言ってくださいよ。いや、ここは言ったら負けるな。私も黙っとこうと。これは言わないよ。